사이버 밧. 連合軍生態研究所に捕らえられ、実験の日々に怯える少女アリエータ。ある日彼女は VA を奪い、地球行きのシャトルへ乗り込む。どこへ逃げるあてもなく。ここが地球？ここまで来ればもう…誰？お前誰だ？俺たちを捕まえに来たな。いや、来ないで。ごめんなさい、研究所の人だと思って。俺たちもあの船で来たんだ。この乗り物も中で見つけた。そう、でもここにいたら危険よ。きっと私を探しに来る。巻き込まれないうちに逃げて。わかった。嘘、もう見つかるなんて。地球に来てると報告があったわ。そんなものに乗ってると危険よ。あなたを連れ戻すのが私の任務。さあ、家に帰りましょう。あんなのいいじゃない、絶対に嫌。Phase 2, proceed!
V 兵隊長の私が負けるなんて。私研究所には戻らない。実験もテストも嫌。もうみんなが死ぬのは見たくないわ。研究所？実験？待って、一体どういうこと？とんでもないところに迷い込んだみたい。ん？女パイロットか。まあいい、手加減はしない。行くぞ。待って、話を聞いて。悪かったな、いきなり襲って。こんな無法地帯にどうして。私、連合軍から逃げているんです。軍は研究所に子供を捕らえて毎日ひどい仕打ちを。やっぱり見捨てられない。お願い、みんなを助けて。おほほほほ、泣けるシーンよの。ちょっとばかり可愛いからと何でも許されると思うでないぞ。銀河一の美貌を誇るこのプリンセスデビロット様が厳しい現実を教えてくれるわ。
いくら美しくとも時の運には勝てぬということか、覚えておこう。ではさらばだ。なんだよあいつは。ここはあんたには危険だぜ。ガウェイン隊長を訪ねてみな。力になってくれるはずだ。よく来たね。連絡は受けている。私がガウェイン。ここはレジスタンス軍の基地だよ。連合軍もここまで追ってこないはず。ん？どうした？何この感じは。私じゃない誰かが私を動かして。お願い、逃げて。気を失ったか。突然襲ってくるとは。これは精神コントロールの一種だろうか。ともかくレジスタンス軍に知らせねば。彼らに見せれば何かわかるかもしれん。というわけだ。見てやってくれんか。このエネルギーは連合軍の最終兵器と同じ波長。来ない、もうやめて。いかん、まただ。兵器の波長とシンクロしている。危険です。
私何をしてたの？連合軍が君を連れ戻したい理由が分かったよ。君たちの持つエネルギーこそ兵器の動力なのだ。そんな、今から連合軍に総攻撃します。あなたは私たちが守りますよ。敵の VA が近づいてきます。この機体からも兵器のエネルギー反応、一体どうなっているんだ。私しかいないわ。止められるのは私だけ。20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,